おはようございます。おはようございます。みんな今日もマジカルスマイルだね。おねね、一人マジカルじゃない人がいるみたい。おはようございます。声が小さい。挨拶は基本だよ。すみません。これ何？何のつもりだよ。ネニーね、今よりもっともっとキラキラに輝きたいの。ラジオのレギュラーもらって、サガアリーナも大成功で、アイアンフリルにライバル宣言までされちゃって、みんなリベンジに向けてすっごい頑張ってるでしょ。ネニーも負けてらんないよ。ネニーのマジカルをミラクルアップして、フランシュ氏もワンダフルアップできたらなって。チンチクのくせに一丁前に言うやんか。このところリリーハンは何やらずっと一人で考えていんしたが、サイでありんしたか。すごかね、リリーちゃん。具体的なプランはあるの？もちろん。はいったん。リリー、フランシュ氏初のサガローカルじゃない全国ネットの番組応募に見事当選しちゃったよ。全国ネット？マジかよ。すごかやんか。ジャパニーズゴッドパフォーマンスは何でもあり、フリースタイルなパフォーマンスのオーディション番組なの。全国各地で行われている地方予選の生放送で優勝すると、年末に東京で開かれる全国大会に出場できちゃう。フランシュ氏も一気に全国区にデビューするワンダフルチャンスだよ。テレビはリリーさんの得意分野ですもんね。リリーちゃんなら絶対いけるよ。その番組ってのはいつから収録あるとや？今からじゃーい。